時間になりましたので早速イベントを始めていきましょう。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。こちらオーロラの海ではベルーガたちが今泳ぎ回っていますが、今からこのベルーガたちが不思議な魚の食べ方を見せてくれます。解説を担当するのはベルーガの飼育係をしています小林と言います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ今日春休みということもあってとても多くのお客様がいらっしゃっていますが、ベルーガ初めて見たよという方いらっしゃいますか？今日はやっぱりたくさん手が上がりますね。ありがとうございます。このベルーガという動物、日本には水族館たくさんありますが4つの水族館でしか生活していないんです。そのためご覧になったことがないという方も多いかもしれません。まずはこのベルーガという動物を紹介しようと思います。日本ではシロイルカという名前でも呼ばれています。ベルーガというのはこのシロイルカの英語の名前をカタカナ読みにしたものなんです。ベルーガとシロイルカは同じ動物なんですね。シロイルカと呼ばれるように体の色は真っ白なことが特徴です。北極周辺の氷の張った海ではこの白い体が敵に見つかりにくい役割を果たしているんだと言われています。そしてそんな氷の張った海で寒さから身を守るために体の周りには分厚い脂肪がたっぷりとついています。暑いところでは20センチ以上もの脂肪だけの層が体の周りにぐるっとついているので、こんなにずんぐりとした体型をしているんです。決して太っているというわけではなくて、これが標準的な体型なんです。そして氷の張った海でぶつかって邪魔になってしまわないようになくなってしまったものもあるんですが、気づきましたでしょうか？背中は注目していただくと三角形の背びれはありません。氷の張った海では邪魔になってしまうのでなくなってしまったのではないかと言われています。こんな風に他のイルカたちとは少し変わった体の特徴をしているベルーガたち、現在名古屋港水族館では全部で6頭生活していますが、今回のイベントには3頭のベルーガが参加してくれますので、まずは順番にこちらにご挨拶にやってきてもらおうと思います。今日のイベントに参加してくれるベルーガはお父さんベルーガとお母さんベルーガなんです。名古屋港水族館では現在子供のベルーガも2頭いますので、ぜひ皆さん3階にいた時には子供のベルーガも楽しみに見に行ってみてくださいね。それではまずお父さんベルーガ古代にやってきてもらいましょう。さあ上からのんびりとやってきましたね。ガラスにおでこがぶつかってますが、こっちだよ。はい、到着です。名前はホドイと言います。ホドイという言葉ロシア語なんですね。細い痩せているという意味の言葉ですが、細くはないんですね。名古屋港水族館に来た時には細かったんですが、今では立派な体格に成長しました。今このガラスにぶつかっているおでこのような部分が一番大きいのがホドイの特徴です。そしてホドイにご挨拶してもらいたいところなんですが、実はホドイこのガラスの前にしか来ることができませんので、これで終わりです。話が笛を吹くと戻っていってしまいましたね。この笛、それいいねっていうだけ用のベルーガに伝えるための笛なんですが、ホドイはとてもマイペースな性格をしているので、吹いたらもういいですねと帰っていってしまうんですね。ですが残りの2頭のお母さんベルーガはとてもいろいろな種目をこのガラスの上ですることもできます。次はグレイがやってきます。グレイは2012年8月2日に子供を産んだお母さんベルーガです。はい、到着しました。それでは皆さんにご挨拶しましょう。こんにちは。はい、グレイを振ってご挨拶です。こんにちは。ベルーガたち首がとてもよく動くんですね。縦だけではなくて横になって動かせます。上手に挨拶してくれてますね。さあ、そしてベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントですので、口の中も見てみましょう。口の中にはたくさんの歯が生えていますね。私たちとは違って少しずつ隙間が空いて生えていますが、こんな風にベルーガにも歯がしっかりとあるんです。はい、上手に見せてくれました。はい、ありがとう。この体に模様がついているのがグレイです。そしてもう一頭お母さんベルーガ、2007年7月25日に子供を産んだターニャと言います。ターニャはやってきてくれるかな。とても気分屋さんなベルーガなんです。今日はしっかりと
がやってきてくれました。さあ今日もこんにちは、あれこんにちは、こんにちは、ああこんにちはちょっとグレーより首の振りが小さいですが、こんな感じです。いつも時々嫌になるとどん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 上に浮いてってしまうんですが、何をやれる、こんにちは。エレガたちはですね、先ほど口の中を見せてくれましたが、この唇にも注目してみてください。揺れてるの分かりますかね。この唇とても柔らかいんですね。この柔らかい唇というのも今回のイベントの特徴ですので、ぜひ見てみてくださいね。タネが上手に揺らして見せてくれています。はい、ありがとう。今回のイベントはあのホノイとグレートタネが頑張ります。といってもホノイ実は今ので出番終わりですそしてベルガたちの不思議な餌の魚の食べ方ということなので、食べている魚も紹介しましょう。こちら何かご存知ですか。ニシン。ニシン、答えが聞こえてきました。こちらニシンです。皆様カズノコの食べたことありますかね。カズノコのお母さんとして有名な魚ですね。そしてもう一種類、こちら何でしょうか。皆さんは居酒屋なんかでよく見かけるかもしれません。この姿であまり見かけないので分かりにくいかもしれませんが、こちらホッケです。開きや一夜干しなんかにしてよく見かけませんか。ホッケもベルが食べていますし、もしかして今日寒いところから来たよという方はこんな魚も見たことあるかもしれませんね。こちら匂いを嗅ぐとキュウリのような青臭い匂いがするんです。そのためキュウリウオと呼ばれる魚になります。こんな寒いところに住んでいる魚も食べていますし、今日ベルーガたちが食べ方を見せてくれるのはこちらの細長い魚。この辺りだともっと小さい1センチから2センチぐらいのものを私たちはよく食べているんですが、この魚イカナゴと言います。この辺りだとコウナゴという名前でよく釘煮や佃煮なんかにして売られていたりもするんですが、このイカナゴ実は少し変わった特徴を持っている魚なんです。次はこちらのボードにご注目ください。ベレガたちが海底を覗き込んでいますが、この海底に何が隠れているのかというと、イカナゴが潜って隠れているんです。イカナゴたち英語ではサンドイール、砂のうなぎなんて呼ばれるように、砂の中に潜って隠れるという特徴があるんですね。こんな風に砂の中に潜って隠れている魚をどうやって食べているのか再現してみようというのが今回のイベントなんです。ですが実際にプールの中に砂を入れることはできませんので、今から上から飼育係お手製の実験装置が降りてきます。実験装置の筒の底の部分にはイカナゴがたくさん入っているんですが、筒の長さだいたい70センチぐらいあります。そしてご挨拶に来てくれた時に分かったかと思いますが、メルカたちの頭とても大きいので、この筒の上の部分の輪管よりもベルガの頭は大きいんです。そのためこの70センチもある長い筒の下まで頭を突っ込んで食べることはできません。ではこの遠くにあるイカナゴをどのようにして食べるのか、口元に注目しながら見てみましょう。まずはグレイがやってきてくれるようですね。はい、到着しました。ハーフハーフと口が動いていますが、さあ何をしているか分かりましたか。魚が舞い上がってグレーの口の中にたくさん入っていきましたね。今口の中に入っているイカナゴを必死に食べています。そしてもう一度ハーフハーフとすると魚が舞い上がってきて口の中に入っていきました。今グレーは何をしているのかというと、中に水を吹き込んで口の中に入ってきそうなやつだけスッと吸い込んで食べています。今水中なのでどれぐらい水を吹いているのかなかなか分かりにくいですが、1回になんと2リットルから3リットルもの水を吸ったり吹いたりすることができるんです。ラグレー今日たくさん食べてくれましたね。こんな風に水を器用に吹くこともベルガたちの特技なんですね。野生でもこんな風に海底に隠れている魚に向かって勢いよく水を吹きかけます。そして魚ごと砂ごと魚を舞い上がらせてびっくりして出てきた魚を捕まえて食べているんだと言われています。今度はターニャがやっ
ってきてくれました。今分かりやすかったですかね。空気がふーっと入っていきましたが、ハフハフと水を吹き込んで口元に来たやつはスッと吸い込んで食べます。ちょっと魚が少なくなってきてなかなか舞い上がってこなかったり、実はターニャ舞い上がってきてももう一回吹いてしまうので魚が戻っていってしまったりとしますが、今日もターニャ食べれてますね。ふっと器用に吸い込んで食べてるのわかるでしょうか。実際には野生では海底に向かってこのように水を吹きかけていますが、魚だけではなくてカニやタコ、イカやゴカイなどこの海底近くに住んでいる生物100種類以上も餌として食べている方が知られています。カニも満足して帰っていきましたね。こんな風にベルーガたち今魚を食べていますが、名古屋港水族館で一番魚を食べているのは現在グレーです。1日に何キロぐらい魚を食べると思いますか。水族館ではピキピキ口の中に魚を入れてあげていたり、こうやってイベントで食べていますが、全部で22キロ食べています。本当に大きな体をしているのでそれぐらい食べる必要があるんですね。今も野生ではこうやって頑張って餌を探しているかもしれませんね。さあ、そして魚の食べ方の解説は実はここで終わりなんですが、今日はベルーガたちの口を使った特技もご覧いただこうと思います。皆さん、バブルリングという言葉聞いたことありますか。空気の輪っかを上手に作ることができるんです。まずはですね、グレーにこちらにやってきてもらって口からリングを作ってみてもらいたいと思います。さあ、まずはグレーにこっちにやってきてもらいましょう。はい、到着です。それでは皆さん、一瞬しかできませんので見逃さないようにお願いします。いきますよ。あれ、グレーいくよ。はい、見えましたか。もう一度いきますよ。えい。ガラスに向かって作るのですぐ崩れてしまいますが、綺麗なリング作れていますよね。ですがこれなかなかシャッターチャンス難しいというお客様、大丈夫です。上からグレイが今度綺麗なリングを作って降りてきてくれます。よいしょー、どうでしょうか。上手ですね。グレイも今自分で見てましたね。皆さん、どこでリングできるか分かりましたか。もう一度作ってきてくれます。上に空気を吸いに行って、せーの、よいしょー、どうでしょうか。とても綺麗なリングですね。こんな風にベルガたち口を器用に使うことで上手にリングを作ることができるんです。はい、上手に見せてくれました。そして今グレーは空気のリング上手に作ってくれていましたが、今ですね、ベルガたち一番最初に空気のリングを作った時、頭の上から空気が出ていましたね。ここどこかご存知ですか。人間でいうと何かというと、この部分鼻になります。泳ぎながら呼吸がしやすいように頭の上に鼻がついているんですね。この鼻からも空気のリングを上手に作ることができるんです。私たちは頭の上にリングができるのでエンジェルリングと呼んでいるリングなんですが、このリングはターニャが上手に作ることができます。さあ、ターニャ到着です。それでは行きますよ。せーの、よいしょ。えい。とても上手ですね。ちょっとこちらまでもやってみようかな。よいしょ、よいしょ。バランスを整えていきますよ。えい。えい。上手。あっちでもやってみる。いく、いける、いける。ちょっとみんなどうもご機嫌なようなので大丈夫ですね。いきますよ。えい。上手。よいしょ。はい、上手にリング作ってくれました。タイニャ、そろそろ空気がなくて沈んできてるのも分かりますか。こんな風にベルガたち上手に頭の鼻からもリングを作ることができるんです。はい、とても上手。これイベントの間だけではなくて、ベルガたちは遊びの時間にも口や鼻から空気を出して遊んでいることもありますので、ぜひこの後ベルガたちがゆっくり泳いでいるときには、この口や鼻にも注目して見てみると面白いかもしれません。さあ、最後ご挨拶は今度ターニャにやってきてもらいましょうかね。皆さん、私がせーのと言ったらターニャに向かってバイバイと手を振ってみてください。
これ皆さんがバラバラにやるとターニャイラッとするかもしれませんので皆さんせーのと言ったら振ってみてくださいね。さあまずはターニャこちらにやってきてもらいましょうかね。はい、到着です。それでは行きますよ、せーの、バイバイ。OK、 胸びれ振ってるんですが、わかりました。やだに胸びれを振ってご挨拶です。こんな風にエレガたちイベントをたくさん可愛らしい姿を見せてくれました。これでイベントは終わりにさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。では最後までご機嫌でしたね。はい、ありがとう。この後ですね、2時からは外で出られましたメインプールにおきましてイルカのパフォーマンスもございます。まだ雨が降っているかと思いますので、ぜひ皆様足元気をつけて上の階へお上がりください。この後も長山水族館ごゆっくりお楽しみください。上手に遊びますね。それぞれリングの細さが違う。